グローバルボーイズグループ上一の白井は歩き、佐藤恵子、木又翔也が5日に放送されたグループでパーソナリティを務めるラジオ番組、上一のオールナイトニッポン X、クロス、日本放送、毎週水曜深夜0時に出演。日本人の中で最も多い名字と言われている、佐藤が野望を語った。上一佐藤恵子、佐藤会のトップ狙っていきたい野望を語る。リスナーのメールから上一のメンバーは珍しい名前が多いという話題になり、珍しい名字の白井は、木又に対しメジャーな名字である佐藤は、良いことも悪いこともあると病院などの呼び出しの時によく勘違いをしてしまうなど例を出し、佐藤の中で有名人がいっぱいいる。トップ狙っていきたいと思うんですよ、と、佐藤会を Go to the top グループの挨拶時の掛け声したいという野望を告白。月一の頻度で、佐藤製の有名人をネットで調べているそうで、出てこないんですよ。すごい有名な方が、いっぱいいて、順位とかあるんですよ。何くらいにも入ってないと、自分が、ランク外なことへの率直な、悔しさを吐露した。それに対し、白岩は、佐藤会は、層が厚いとした上で、それを目標に頑張れるからと励まし、木又も、佐藤で1位取ったらやばいよ。全国に、めっちゃいますから、とコメント。知名度を上げたいと前向きに目標を見据えていた。